はい、どうも皆さんこんにちは、たけるです。たけくらパート25始めていこうと思います。ラビットさんがね、頭をね動かしてくれるんですよ。はい、というわけで今回なんですけれども、あるもの、ある人、あるものを作っていきたいと思います。それがスノーゴーレムってやつですね。皆さん知ってますか？すでにね、ゴーレムさんはあそこにいてくれてるんですけれども、それの雪バージョンみたいな感じなんですね。ということで今回はそのスノーゴーレムさんを作っていきたいと思います。まずスノーゴーレムさん必要なのはスノーっていう名前の通り雪なんですね。ということで今回はまず雪を集めるところからいきましょうか。ごめんなさいね、いつもは準備してるんですけど今回はまだ準備ができてなくて。いやー、それにしても急に暑くなりましたよね。もう天気が暑すぎて夜も寝られないぐらい。あとなぜか鼻が詰まってるっていうね。ごめんなさいね、鼻声で。これは落ちたら死ぬな。では雪を回収していきましょう。いいな、今の季節にね雪が降ってくれたら、ね、僕どっちかといえば冬の方が好きなんですよね。夏は暑いから本当嫌なんだよ。皆さんはどの季節が好きですか？もしよければコメント欄の方にどうぞ。もしくはアンケートでも取ろうかな。初めてのアンケートどの季節が好きですかっていうアンケート取ろうかなと思います。しょうもないけどね、ちょっと初めてなんで使ってみたいっていうのもあるので、アンケート取りますね。右上の i ボタン、 i ボタン、 i マークありますよね。そこからアンケート参加できるんで、もしよかったら答えてください。よし。いやー、季節の変わり目って本当にね、僕体調崩しやすいんですよね。ね、村人さんがね、いつの間にかめっちゃ増えてるんですよ。前までこんないなかっただろうってぐらい増えててびっくりしました。はい、というわけで、スノーゴーレムを作るためにはまず雪玉を雪ブロックにする必要があります。全部雪ブロックにしちゃえ。まあこんな感じですかね。では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 、どこに作ろうかなということで、大体の建設予定地は決めております。建設っていうとちょっと悪いけどね、言い方ね。ここにゴーレムさん作ります。なので逃げないようにね、雪で囲っておきましょう。では行きますよ。この上にかぼちゃを置きます。せーの、ポン。おー、かわいい。見えないようにガラスで塞ぐと。こんにちは、こんにちは。かわいい、めっちゃかわいい。でね、 1.9 からこのスノーゴーレムさんの素顔が分かるようになったらしいんですよ。てなわけでちょっとね、この帽子取らせてもらいますね。よいしょよいしょ。あれ、どうやって取るの？はい、スノーゴーレムさんの顔を外すためにはハサミが必要らしいです。今ないね。
鉄2つで作りましょうか。ハサミ持ってたかな。持ってるね。よし、ではスノーゴーレムさんの素顔を見てみましょうか。さてどんなんなんでしょうか。かっこいいのかな。いきますよ、せーの、ビュン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 。ちょっと予想外すぎましたね。かわいいとは言えない。うん、これはかわいいとは言えない。ごめん、正直に言うわ。ごめん、かわいいとは言えない。ごめん。いや、ちょっとまさかまさかの顔をしておられたのでびっくりしております。はい、はい、ちょっとかぼちゃをかぶせてあげたいんですけど。そうなんだ。でもですね、これね、無限に雪が掘れるんですね、こうやって。これは便利。雪玉が無限にできちゃうっていうね。これは本当便利ですよね。いやー、素顔見せてくれてありがとう、本当に。ごめん、なんか悪いことしちゃったかな。でも可愛いですよね。うん、スノーゴーレムって普通のね、ゴーレムさんみたいに敵対のモブに関しては倒してくれるらしいんですよ、雪玉を投げてね。はい、というわけで今回はちょっと短めになってしまいましたが、この辺で終わりたいなと思います。スノーゴーレムさんいかがでしたでしょうか。まあ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 、素顔は置いておいて、かなり便利なので、皆さんもぜひ簡単に作れるんで、雪簡単に作れるんでね、雪ブロック2つとかぼちゃ、そんだけで作れるんで、もしよければ皆さんも作ってみてください。はい、というわけで今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、たけるでした。バイバーイ。